1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚。うわー、やったー。本当は不安だったんだ。よかった、成功して。やったー。う、嘘だろ。素人のくせに。なんでできちゃったんだよ。これで合格ですよね。ボクサー目指していいんですよね。葉っぱに当たる瞬間、手首のスナップを効かせてスパイク握り込む。当たる瞬間までは拳は軽く握る。拳に力が入ってると、かえってスピードが落ちてしまう。それがコツだったんですね。よし、もっと踏み込みを強くしてみろ。踏み込みですか。踏み込んだ瞬間、腰をグイッと入れる。肩も内側にひねり込むようにだ。はい。踏み込み、腰、肩。よし。え？よし、アッパーの形をやるぞ。上体をもっと前方に傾け、両膝は縮める。こうですね。拳を脇腹に引きつける。この時、必ず拳の関節面が上向きになっていること。はい。ビシッと決めろよ、一本。お前ら体が染まってるぞ。よし、構えはそんなもんじゃ。あとは縮めた足を思いっきり上に向かって起こし、その勢いで体ごと手を突き上げるんじゃ。やってみろ。上体を傾けて、縮めた膝を思いっきり起こしながら、その勢いで体ごと手を突き上げる。よし、膝を思いっきり起こしながら、その勢いで体ごと突き上げる。あ、すごいよね。みんなちゃんと必殺技持ってるもの。先輩だってどれも必殺技ですよ。左のリバーブローなんて芸術です。なんか違いますね。もっと強く踏み込んで、その足を軸に体を回転させるんだ。見ててね。すごい。左足を軸にして腰から肩まで全部巻き込んでる。うわー。